チロちゃん大丈夫そう？今ラストのやつやってる。えらいよ。3つ目がもう送ってるからちょっと。あ、見ます。はい、拝見します。いや、ゲピを返してあげたいんですよ。もうチロちゃん。チロもドライブにも入れてるから。オッケーオッケー。まず体調よくしてね。無理やん。明日仕事でしょ。多分残業増え残業なんですか明日。あ、なるほど。かわいそう。返してあげたいってことは、つまり返して、え、だから仕事、やっぱ仕事を終わらせてから、はい。助けてって言ってる。なんか助けたい。いや、私はお前を助けたいんだよ。ごめん、シロちゃん、仕事してくれ。ごめんごめんごめん、納期が、納期が。いや、そう、休ませてあげたいんだけど、じゃ今日を超えると、まあ、なんていう、私結構仕事頼むときに小分けにして納期を設定するんですよ。この日までに全部じゃなくて、ここまでにこれ、まあ5割、ここまでに7割、ここまでに9割ってやっていかないと、まあ、まずだいたい修正が入るのよ、先方から案件だと。一気に修正くんの嫌じゃん。それって一番デザイナーに負担がかかるので、私はそういう風にしてるんですよっていうのを長年の経験で分かってるから。だからこれは将来のチロちゃんのためなの。今日までにしないと全部一気に納期が来て、全部一気に直しが来たりして、地獄になるので、今日は第1次いや第2次か、もう2次締め切り。そうだね、これは守らないと未来のチロちゃんが大変になる。そうなの。だからケンピは心を鬼にして、ちょっといいシュークリームをおごったり、セブンイレブンでチョコレートをおごったりして、今ここまでチロちゃん頑張ってねっつってやってます。そういうことです。はい、悲しいですわ。友達に仕事を任せ、あ、でもずっとそれでやってきた。なんだかんだそれでやってきたよね、うちら。うん、私たちは高校が同じで、なんか気がついたら同じような謎解きを作る仕事をしたりしてて、まちおちゃんはデザイナー職で、キャンペーン内容作る、あ、時々こうやってお仕事任せております。高校からの付き合いです。あ、でデザインいいと思います。オッケー。でケンピさ、最後のやつさ、はい、数字が振ってないからさ、わかる？最後のやつ、数字上のポイントどこに何か振るのかが欲しい。あ、それはまだ分かってなくて先方判断だから、ちょっと黒塗りで、地図だけあればいい。あ、そう、地図だけ作って、そこに黒塗りで、うん、数字は後日追加って書いといてもらえると。あ、であればもう終わり。終わる？ちろちゃん終わるの？一応さ、形を振るから。え、えら、仕事終わるんですか？え、めっちゃ偉いじゃん。でも早く返してあげたいよ、私。なんかあげる。やばい、ちろちゃん。あれってことは、ちろちゃん仕事終わってさ。よっしゃ、帰れるぞ。やったー。え、帰るぞ。仕事残ってるの？ケンピだけ？やば、強い。やばいじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。やばいなぁ、ちょっと思いつかない。いや、ちょっと待ってね。私は追い詰められると浮かぶ系の女、天才肌、大丈夫。